はい、おはようございます。今大神宮を参りしまして歩いてます。今日はね、雨予報だったんですけれども大丈夫そうなんで歩いてきました。今日は検査の昨日の CT の結果出ますんでね、治療の効果が上がっていることを期待したいと思います。っていうかそうしてほしいです。はい、ね、ずっと仲良く暮らすんだもんね。はい、では今日も楽しくいきたいと思います。はい、有明ガーデン来てます。今日は、和子さんがいろいろ次の抗がん剤の入院の手続きだとか、あとは今日は診察、昨日のと CT の結果ですね。これは僕も一緒に行こうと思うんですけれども、それが13時10何分までなんで1時間ぐらいミミちゃんと暇つぶしてから行こうかなと思ってます。なんかすごいよ、テスラがいっぱい止まってる。映るかな、ちょっと柵越しに。ずらーりテスラです。すごいね。で、何の話だっけ。はい、え、そうそう、今12時ちょっと前なんですけれども、まあ、お昼食べてから少しゆっくりして病院まで行こうと思ってます。歩くと10分ぐらい、10分ちょっとかな、かかるんですけれども、貸し自転車、江東区のやつがあるんでそれを使おうかなと思って一応段取りだけはしてきましたが、使うかどうかはちょっと分かりません。30分で165円ってことなんで、うん、どうしようかな。長く借りて安くなるならなんですけれども、長く借りても割引みたいのないようなんで、30分ごとに返すか、まあその時の状況によってやってみたいと思います。先ほど調べてみましたらですね、この有明ガーデンには在庫1台もなくて、病院の近くの病院の向かいですね、国際展示場の駅にはたくさんあったってことなんで、こっちから行くのには乗っていけないなという感じでございます。はい、おやつ要求している子がいますんでちょっと食べさせます。よいしょ。はい、じゃあおやつにしよう。行ってくるね。行ってくるね。のりちゃんもお願いね。はい、今有明ガーデン出まして病院に向かってます。とりあえず今回徒歩できました。はい、ね、いい結果が出てくるといいんですけれどもね、期待したいと思います。あんな苦労してるんだからね、よろしくお願いします、神様。はい、終わりました。ただ和子さんはこれから支払いと薬もらうのにちょっとかかるんですが、僕はとりあえずこれでミミちゃん迎えに行こうと思います。駐車場に置いてあるんで、置いてあるっていうか置いてきてるんでね、もうなんだかんだで4時間ぐらいになっちゃいました。水だけは置いてきたんですけれども、ちゃんと待っててくれてるかどうかちょっと心配です。あ、結果はね、効果は出てます。だいぶちっちゃくなってきております、がんの方は。あ、でもやつらはね、汚いやつらですからね。はい、
安心せずに戦い続けたいと思います。ということで、とりあえず2回目の抗がん剤終わったところでは一安心でございます。次からは免疫治療も入るそうなんで、入院が1日ずつ伸びると言ってました。はい、ではとりあえず駐車場行きたいと思います。さあ、4時間近くも待たせてしまいましたが、大丈夫かな、ちゃんと待っててくれてるかな、寝てるかな、あ、ねんねしてる、ミミちゃん、はい、ミミちゃん、ごめんね、長く待たしちゃってね、寝てた、うん、ありかありか、ありかありか、はい、お水は、お水いい、よし、はい、よしよし。